レオポルド2世、カール・クリスティアン・フォーゲルが、1842年、セステファノ騎士団の制服を着けた、レオポルド2世、ジュゼッペ・ベッツオーリが、1840年頃、レオポルド2世の4人の息子たち、長男、フェルディナント、次男カール、4男、ルート・ビヒ、イツオ・ヨハン・レオポルド2世は、イタリアのトスカーナ大公。全名は、レオポルド・ジョバンニ・ジュゼッペ・フランチェスコ・フェルディナンド・カルロ。 ドイツ語では、レオポルト・ヨハミ・ヨーゼフ・フェルディナント・カール、オーストリア皇帝家の一員であり、オーストリア大公の称号も有した、トスカーナ大公フェルディナンド三世と、その妻で両シチリア王・フェルディナンド一世の娘である、ルイーザ・マリアの間の次男として生まれた。1799年に、フランス軍の侵略によって、トスカーナ地方が占領されると、父に連れられて、 本家のウィーン宮廷に逃れ、ザルツブルクやビュルツブルクを転々とした後、1814年になってトスカーナに帰国した。1817年に、ザクセン王女、マリアアンナを妻に迎え、1824年には、父の死に伴って、大行為を継いだ。レオポルドは1832年に深く愛していた。妻、マリア,アンナを失うと、翌1833年に、 母方の10枚にあたる両シチリア王女、マリーア・アントーニアと再婚した。アントニエッタは10人の子供を産み、うち4男2女の6人の子供が生育したため、トスカーナ大公家の血統存続は安泰となった。1847年頃から、イタリアの再統合を求める革命運動が激化すると、レオポルド2世は1848年2月15日に大公国の憲法を交付して、 自由主義に優和姿勢を見せた。しかしこの憲法は、オーストリア支配からの完全な脱却を求める、求心的な住民たちを満足させるには、不十分な内容だった。1849年2月に、トスカーナで臨時の共和国政府が樹立されると、レオポルド2世は国外に退去した。トスカーナの共和政府は、同じ月に、強硬領の革命勢力が樹立し、 約5ヶ月にわたって存立したローマ共和国政府と同盟を結んだ。同年4月、トスカーナにおける民主共和制の政治実験は、オーストリア軍の主導による反革命運動によって鎮圧され、レオポルド2世は再び帰国することができた。1859年4月、ピエモンテサルデーニアがオーストリア支配に抵抗して、 独立戦争を始めると民族意識を刺激された大公国の住民はレオポルド2世に対しサルデーニャに同調してオーストリアと戦うようよく要求した。しかしレオポルド2世はオーストリアとの間ですでに中立協定を結んでおり4月27日には家族を連れて最終的に国外へ退去し対抗位を退いて 長男のフェルディナンド4世に上位すると表明したレオポルド2世とその妻子はイタリアを離れ、ボヘミアのシュラッケンバルトの城に落ち着いた。レオポルドは、翌1860年、ブランダイスの城と荘園をせり落とし、ブランダイス城で極端に人目を避けて暮らした。地域住民はレオポルドに大きな意見と尊敬を抱いており、その気があれば、シュラッケンバルトの長長になってほしいと嘆願しに来た。 こともあった。イタリアの政治情勢がある程度落ち着いてくると、レオポルトは1869年11月に妻を連れてローマに移り、翌1870年の年明けに死去した。意外は、ウィーンのカップツイーナーの骨堂の中のトスカーナ対抗カレー病に安置された。1817年に、ザクセン王子マクシミリアンの娘、マリア,アンナと最初の結婚をした。 二人の間には三人の娘が生まれたが、マリア・アンナは1832年に死去した。1833年に両シチリア王フランチェスコ一世の娘で十枚にあたるアントニエッタと再婚して五男後、女王を設けた。ウィキメディア・コモンズには、リアポルド、ツーリトスカーナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。